ちは。しょっちゃん。みっちゃん。てっちゃん。それさよちゃんね、今日は。じゃあ、リボンと、チャオと、チャオを見して。チャオと、仲良しを買ったので、リボン買ったので、それの付録を紹介したいと思います。じゃあ本はまず下げて、本は好きに読んでみて。今のトライプ？どっちから行く？みんな一気にパッと開ける？うん、じゃありっちゃんからお願いします。じゃあこう行っちゃって、この袋。どうぞ。こちらどんな感じ？ショルダーバッグ。何？あ、りっちゃん、これにお化粧品入れればいいじゃん。いいね、りっちゃんね、お化粧品をもう集めたいらしくて、うん、今度プチプラだから、キャンメイクとかのとこに買いに行こうと思ってるので、開かない貸して。大丈夫？大丈夫？寝てる。おー。なので、キャンメイクに買いに行こうって言ってるので、なんかついそれに入れればいいね。開けさせてわお、ちゃんとひっついてだね。ママのバッグにハサミがあります。少々お待ちください。よいしょ。はい、りっちゃんの付録です。りっちゃんの付録はかわいい。見して。ポシェット？ショルダーバッグなの？こっちはモコモコさんで、後ろは、後ろが綺麗な色。あ、ね、綺麗なパープル。あれ、キャプテン入ってんじゃなかったんだ。え？違うよ。これは、来年じゃなくて。これ何？長いね。4月号に入ってますよ。ポーチが入ってました。ショルダーバッグかな、入ってました。なのでりっちゃんはこれにコスメを入れてみたらいいね。入れて持ち歩けばいいね。持ち歩けるね。でこれにリュックにプッて入れられるもんね。可愛いのが入ってました。はい、次はせっちゃんです。はい、私は箱だから、うん、開けれる。せっちゃんはかわいい、かわいい、なんか全部かわいい。筆箱多分。うん、なんか入ってんのかな。シャーペンが入ってる。シャーペンがセットなの。うん、すごいね。なんか開いてみる。うん、うん、見ろ。見して。おー、かわいいね。貸して貸して。うん、うん、うん。貸して。なんかチョコレートみたい。上を、そう、ミラーが入ってます。ミラーのとこ隠すね。ミラーが入ってました。かわいいね。あ、これ取れるんじゃん。お取れる。なんか出てきた。チョコレートで、かわいい。はい。ママ、おみくじが出てった。おみくじペンシル？これママはおみくじは勉強運。もう学生じゃないか。私やる。はい。ラブーン。ラブーン。わお。りちゃんは？これ。これも。うん。ラブーン。おお、うん、が出ました。せっちゃんは筆箱とペンシルのセットでした。はい、最後はしょっちゃんです。お、しょっちゃんの好きな色だ。うん。レンズ部分はお部屋が映るから手手で隠してね。レンズ部分じゃない、ガラス部分。じゃあまずこのメモ帳の方からして。うん。あ、かわいい。見せて。ちょっと待って、スマホ型メモ帳だって。かわいいよね。これさ、この形のさ、メモ帳さ、新福に行った時見たよね。なんか携帯入れるやつ。ね、かわいい。かわいいよね。なんか後ろに置いてどうなの。かわいいね。はい。これと。他は。牛乳。ミルク。しょっちゃんの好きな色の鏡だね。見して。
かわいい鏡です。終わり？終わりの、この2個、2個、2個がついてました。今回もかわいいね。また来月も買いたいと思います。本はみんな自由に読んで、お部屋に置いて読んでてください。これった？うん、これった？あの、うん、お家用でもいい？そうね、お家用にすればいいね、うん、学校には持っていけないからね、うん、ではまた買ったら紹介します。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ、グッドタイムよってね。バイバイ、バイバイ。